2023年、もう7月18日になってしまいました。ですね、まあ今日の話はね、DV 親父、政治50位ということでね。まあ特にまあ最近の、そういう人たちってね、まあ外面はね、いいんですよね。でもね、中には、それにね、騙されちゃいけないということですね。まあ、例えばですね、まあ、国外にはね、外らよくね、お金をばらまき、そしてね、アメリカさんから武器をね、大量にね、購入します。まあ、しかし一方で、国内に対してはね、防衛、ね、たきるって、ね、災害があってもね、まあ、しばらく放置する。まあ、そしてね、増税のオンパレード。なんか退職金のね、課税も増やすとかね、言ってる人いますね。それから介護、保育、労働者に対してはね、最初は給料上げてくれたけどね、参議院選挙に勝ったらね、何もなしとかね。まあそんな総理大臣ね、どっかにいませんかね、どっかの国に。まあ8月の6日のね、挨拶はまあいいかもしれない。だけどね、ずさんの参拝処分場を許可して、その違法判決を受けてもね、控訴しちゃうと。何考えてんでしょうかね。一方的に決定し、後からね、形だけ説明する。ね、農業人爆を廃止してね、一方的に決定して、後から形だけ説明する。あれ、病院の統廃合もね、一方的にね、もう方向性だけ決めちゃってね、後から形だけ説明してね、全然なんていうかな、あれだなというところありますよね。高速号線、双葉トンネル、なんか、住民を犠牲にして、まで工事を進めないとか言ってたけど、まあ今になって、もう木で花をくくる対応ですよね。あれだけね、いろいろ問題が起きてる中では。それから、あね、疑惑の教育庁の話。一方でね、だからそういう県外の、教育庁のお友達はね、儲けさせる状態を放置しといて。で、非正規の先生はね、放置と。改善しないと。ね、改善 のね、もうね、正規化にはね、後ろ向き。だから結局県外のね、大手企業とかね、あるいはね、教育庁のお友達、特に大阪、京都の、ね、だから、とにかくね、まあ東京やね、京都や大阪の、企業を儲けさせるけど、まあ県内には冷たい。なんかそんな、知事、どっかの県にいませんかね。まあ、いずれにせよね、まあ、総理にね、舐められない国民と。でね、知事にね、舐められないね、県民と。こういうふうにね、なるしかね、ないんじゃないかな、というのはね、思います。まあね、広島県知事はね、控訴するな、とね、参拝処分場問題。署名、ネット署名させていただいている、また、皆様にはご協力、分解させていただいております。それからね、ホームヘルパー、国賠訴訟の、公正の判決を求める署名。ね、これはね、裁判官宛てではありますけれどもね、結局総理もね、ちゃんとせえというところにもね、でありますかね、本来の目的はね。ぜひね、ご協力いただいて、総理にガツンと言わせてまいりましょう。それではね、皆さん、本日、そして、今週もね、どこかでお会いいたしましょう。とにかくね、総理に舐められない、国民、そして、ね、知事に舐められない県民と、いうことがね、大事であると、いうことをね、強調させていただきまして、私のね、お話を終わらせていただきます。それではね、皆さん失礼いたします。